皆さんこんばんは。ご覧いただきどうもありがとうございます。私岸本美和子と申します。めっちゃすごいアホ毛の数じゃない？セクシーやろ。気づいたらなんか春になってた。マジで冬から春までの記憶がないぐらいにちょっと毎日バタバタしてたんですけど、久々に喋ります。一応だから YouTube 上げたいなっていう気持ちはずっとあったから、一応動画を撮ってたんですよ。だからその動画を今日はねまとめてね見てもらいます。まずね、年末2022年から2023年に変わろうとしている時に私が何をしていたかっていうのを見てもらいます。いつも最後あれ何あ自分何があんねん。1個言っていいですか？今撮れ始めもう一回。年末にですね、聞いていただきたいです。デビューシングル Make You Make You Make You。 止まらない好奇心を君と分け合う、夢中で走れるのはいつ君がいてくれる。光を見て歩きたい、知らずに
い、ということで、私は2022年がもう終わるでという時に、Make You, Make You, Make You を全力で歌っておりました。声の出し方をね、思い出すまでにすごい時間がかかって、気づいたらもう何回も歌って、Make You チャレンジみたいになったわけなんですよ。Make You, Make You, Make You をちゃんと歌い切るまで、Make You, Make You, Make You を歌うというね、ミッション、そういうミッションをね、自分で勝手に背負って、先っぺん付き合ってもらって、歌ったわけです。もし皆さんもねカラオケに行ってなんかこうまあ歌う曲ないなみたいになった時に迷宮チャレンジをぜひしてください。多分ね私より声高い人とか全然いると思うんですよ。だからぜひそのね歌ってみたの動画を YouTube に今年はねたくさんアップしてください。はい、ということでまだまだね私の迷宮チャレンジは続くと思います。もう迷宮がぴったりとね気持ちよく歌いこなせるようにあの声に戻るまで迷宮チャレンジを続けていきたいと思います。ということでねなんか気づいたら YouTube も初めてね3年が経ってたわけなんですよ。だから私が年齢の話はもういっか。始めたきっかけは軽く喋ったことがあるんですけど、今ちゃんという友達がねいたんですよ。彼はね今釜健太という名前でね、なんかこのね YouTube を始めるというきっかけをくれた彼にすごい感謝することが多くて、結局でも今ちゃんがいなかったら私 YouTube やってないんで、こうやって皆さんとこうコメントを書いてもらってやり取りしてるのとかも全部今ちゃんのおかげなわけだから、ほんまに今ちゃん元気にしてるんかなって最近思うことが多いんですよ。で彼はね今ね沖縄にいるんです。東京にいたはずの彼は気づいたら沖縄に引っ越してたわけなんですよ。ということでね今沖縄の方にやってまいりました。突然すぎてちょっとびっくりします。何よりですね、着てきてたダウンをもう捨てました。ちなみにインナーに着てたシャツもさっきもう脱ぎ捨てました。ということでこの沖縄でですね、そうですね、東京で話した今ちゃんというね友達は元気に過ごしているのでしょうか。ちょっとほんまに何も連絡してないから会えへんかもしれへんけど行ってみるわ。はい、今那覇市に上陸しました。なんかいろいろ今ちゃんのことは SNS で見てたんですけど、この辺で店を最近始めたんですよ。でその店に突撃しよう思って、疲れた。途中でなんか変な感じで今ちゃんに会ったら嫌やからバレるから帽子かぶってきました。まあこういう感じのおしゃれな店ですね。中に人いるんか？なんか誰もおらんっぽいねんけど。え？ちょっと待って。ほんまに誰もおらんかも。待って、おったかも、見えてへんねん。なんかこの照明が邪魔になって、見えてないねん。中に人おったかも。今ちゃんかも。ちゃうねん、マジで照明邪魔やねんって。全く見えへんから。向こうからは見えてるかもしれんで。ちょっと待って。あ、お疲れ様でーす。え？エビビるやろ？え？エビビるやろ？ちょっと待って。今 YouTube 撮ってます。あ、YouTube？ はい、入らせてもらいます。はい、怪しい人がカメラ構えてたからびっくりしたわ。え、ほんま？分からへんかったの？え、ここやろ？なんか喋っとるけど一人やな。いや、関西名やから絶対バレると思ってさ。いや、おしゃれな店ですね。いや、なんかさ、ほんまに知らん土地やから。あー、よく戻りついたな。でもなんか隣がアンティーク雑貨とか、もう実はそういうのは下調べしてきてるんですよ。SNS で。探偵かな。で昨日はなんか夜の営業だけみたいに書いてて、明日は何変動するんみたいな、どうしようと思ってたら今日はやってたわけですよ。皆さん沖縄に住んでる人はねぜひね遊びに来てください。美味しいシーシャが吸えるんですよね。はい、頑張って作ってます。彼はシーシャ作りですね。だから今もう YouTube の撮影を最初してたんですけど、今はもう沖縄でシーシャ作りの男になってます。いつの間にかね。いつの間にかプロジェクターみたいなんで、もうほんまにここの壁一面ぐらいの大きさやで、スクリーン、スクリーンっていうの。そう、ちっちゃいので、ちょっと歪んでたし。やばい。いや、めっちゃ怖かったです、ほんまに。まあなんかちょっと楽しい気持ちになりたいからドンキホーテ行ったら、こんな綺麗な角刈り見たことないっていうぐらい真っ白の角刈りのおっさんいて。真っ白？いや、白髪の白髪角刈り。こういう感じですね。
おお、すごいじゃないですか。これでも待って、一期、これ一期やんな、数え方。そう、一台。一台立ち上げるのに結構こんなに時間がかかるってこと？これはね、ちょっと特殊というか、ダブルアップルって言われてるフレーバーで。あ、このフレーバーが特殊ってことか。そう、まあ定番ではあるんですけど、はい、こう、まあ一番作り手に左右されるフレーバーっていう感じ。これ、うん、難しいってこと？そう、ちょっとじっくり弱火でコトコト作っていく。なるほど。ちょっと時間がかかるやつかな。ここに炭が入ってるわけですね。いきます。はい。あ、でもこれいいな、このなんか硬いやつでやってるとかあるやん。そうそう、あるね、シリコンのホースとか。そうそうそう、ちょっと僕は持ち手は軽い方が好きなので。いや、これいいです。なんか、うん、これ何の味？これはダブルアップルっていうやつなんやけど、なんかこう、なんて言ったらいいの、その例えがわからへん。うん、こうアップルの味ではないんですよね、うん、このフレーバーっていうの、うん、やんな。そう、アニスとリコリスっていう。どっちも知らん。ことどういうこと？はい、ということでですね、Cシャをもう50分ぐらい吸ったな。そうかな、うん、それぐらい吸って、非常にね、美味しいCシャを吸わせてもらいました。ありがとうございます。このね、お店、ぜひ沖縄にお住まいの方は遊びに来てください。よろしくお願いします。メモリーレーンというね、はい、名前のお店です。 T&C 社、はい、メモリーレーンはどういう意味ですか？ね、昔話みたいな、思い出話みたいな。おお、なるほど。はい、まあそういう意味なんですけど、うん、まあ、やっぱ沖縄以外も僕住んでたことがあったので、そういう人たちが来てくれた時にはそういう話をして盛り上がりたいなという。なるほど。昔のその地元の人とか、そうそうそう、まあ、大阪、東京住んでましたもんね。はい、そうです。その人たちも来てほしいと。はい、で、まだ、まあ、はい、これから出会う人はね、何年後かにこのお店の話をしてもらって、思い出話に浸ってほしいなという、そういう意味を込めさせていただきました。深い意味があります。メモリーレーン、遊びに来てください。よろしくお願いします。料金はどんなもんですか？料金はですね、はい、C 社が1台2000円になってます。これですか？はい。あ、そうなんや。はい、1人2000円ですね。そうですね。で、まあ、ドリンクが500円から、うん、一応、まあ、テーブルのチャージ料金が、500円って形になってるんで、はい、大体3000円ぐらいから楽しんでいただけるかなと思います。お手軽ですね。はい、で、お茶だけでもいいんですよね。もちろんです。 C 社だけ吸って、別にお酒はね、飲まなくてもいいですよというね、はい、来やすい店になってます。でもただね、お酒飲んでください、ぜひ。楽しみましょうやっていうことでね。おすすめはお茶割りになってるんで。あ、そうですね、さっきいただいたやつも。はい、はい、そうです。お茶割り、まあ、女性なんかね、特に好きやと思いますけど、はい、まあ、ぜひ観光のついでにね、来てもらったらと思います。まあ、なんで今日私がここに来たか、まず、あ、はい、まあ、YouTube 始めてこの、まあ、2023年で3年目なんですよねっていう話をしたんですよ。まあ、ちょうど3年経ちますねって話をしてて、うん、はい、でも最初マジでほんまに3個ぐらい多分動画ボツになってて、なんでかって言ったら緊張しすぎて何喋ったりか分からへん今ちゃって言って。そうで、まあ、そんな感じで撮り始めた YouTube が多分 3,4 ヶ月経って今ちゃんめっちゃ忙しくなったんですよ、あるタイミングで。ほんでもう撮ることができひんみたいになって、編集も最初やってくれてたんですけど、一回それでこう YouTube 諦めかけたんですね、私も。まあ、私が一人でじゃあやるわって言って始めてからもう約ね3年が経って、ちょっと今日はまあ2023年年明け一発目の動画なんで、思い出振り返るというね、意味も込めてこのメモリーレーンでね、動画を撮ろうと思ったんですよ。どうですか、その後。その後ですか。急に、まあまあ、まあ最初の頃は東京にいてて、はい、僕も動画編集とか、はい、まあ、YouTube の撮影とかを仕事にしてたん で、 そうです、ね、ちょっと他でもこう動画編集とかやってみたいなっていうので声かけさせてもらってスタートしたんですけど、うんうん、まあ日に日に時間がなくなっていき、そうですね、はい、ちょっとそそのかした側ではあるんですが、結局お手伝いができなくなりということ で、 で、ね、最初はね、まあ、ちょっと頑張っていこうかなと思ってたんですけど、まあ、東京という街がね、
今ちゃんを忙しくさせたわけです。そして気づいたら沖縄に移住するという。そうですよ、はい、何の連絡もなしにですよ。私この、共通の友達レイコっているんですけど、この前一緒に韓国行ってたレイコと久しぶりに遊んだ時に、今ちゃん沖縄におるらしいって聞いて、なんでどういうことってなって、ほんでそっからまあもうね、ずっと沖縄に、はいはい、で気づいたらこの店をねオープンさせてたっていうことで、ちょっといろんな気づいたら男ですね、だから気づいたら沖縄におるし、事後報告男、そうそう、事後報告男、はい、事後報告C社滝男で、最初は、はい、いやでも面白かったんですよね、僕は個人的に。何の？YouTube を撮ってるのが、あ、いや元々、うん、美和子という人間を見て、うんうんうん、あ、絶対 YouTube 向いてるのになっていうなずとあって、いや、やった方がいいなっていうのをちょいちょいこうそそのかし行って、うん、はい、そそのかしやったんですけど、はい、まあ、だからもしね、はい、YouTube の編集とかできる人いたら有志で、ぜひね、編集がね、思ったよりも時間がかかるんですよ。ただやっぱりこう今ね、やっぱ YouTube でこう全然編集今ほんまにしてなくて、うん、なんかもうざく切りみたいな感じで、うん、それでもまあ見てくれてる人がいて、そう、そう、はい、テロップもちょっと一人でやるから入れる時間ないって言って、それでもいいかというふうに言ったら、もう全然いいですと言ってくれて今続けれてるんですけど、うん、ただほんまにやっぱり東京でね一人で暮らしてると、なんかYouTube、まあ、このカメラに向かって喋るっていうことが結構なんか支えになってて、うん、ようやく私もね喋れるようになった。昔はほんま喋れなかった。最初はすごかったんですよ。もうカメラ回った瞬間シーン。いやほんまやで。そんな感じでした。美和子という人間は恥ずかしさという感情がないと僕は思ってたんで、うん、そういうのは全然大丈夫やと思ってたんですけど、はい、意外とね、意外と厳しいなんです、ね。ということで皆さんね、最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。今年もどうぞよろしくお願いいたします。